にちは、サンタです。今日はアキトさんとまたコラボで蕎麦屋さんに来ました。でここは田村というお店、東日本橋にあるお店なんですけど、今日はデカ盛りを出してくれるということで、アキトさんと2人でそれを、ね、食べていきたいと思います。はい、蕎麦って蕎麦、蕎麦麺はね、私あんまね普段食べないんでちょっと不安。俺さ、ここにもうそば来てるんですけど、ちょっと衝撃なんですけど。私いつもほんまにそこまでめちゃめちゃお腹いっぱいにならずに食べてるんですけど、今日は多分ちょっと辛い顔するかもしれないですけど、そこはちょっと許してください。気合ですから。あ、そっか、得意のね、姉さん得意の気合ね。気合ですから。気合でいきましょう、今日。いきましょう、お願いします。お願いします。じゃあ姉さん、来ましたよ。イエーイ。え、やばくない？やばい。これだって 4.5 キロと 1.5 キロってことは6キロ。え、すげえっすね。それこんな食べたことない。匂いがめっちゃいい、ね、めっちゃ美味しそう。匂い、天ぷらの匂いがもうすげえきますもん、ね、ちょっと食べていきましょう。いきましょう。いただきます。何からいこう。やべえ、お口も辛いね。ちょっと待って、すいた。あ、これこれ半端ないっすよ。どう？うまい。スーパーで買うやつとは違う。いや、ほんまになんかそういうスーパーとかコンビニで買うそばしか食べないんですよ。めっちゃ美味しい。やっぱうまい。しっかりしてますね。コシがあるというか、うんうんうん、一本一本ちゃんと太いというか、うん、これうまいわ。でも俺もそばって久しぶりに食ったんですよ。やっぱうまいですね、そばって。食べるの早っ。いや、俺そば得意なんですよ。心強い。うん。じゃあまた俺らのいつもの流れ来てないか。食べるのに集中して喋らなくなるみたいな。悪いくせ。蕎麦はやっぱり低脂質だからいいっすよね、これは。もう減量中もいけちゃうんじゃないですか、蕎麦だったら。まだ普通に自分のね、カーボ量内なら全然うん、あるっすよね。全然蕎麦うまっ。あっさりしてますね。ね、食べやすい。姉さん、この熱々のうちに天ぷらいっちゃった方がいいです、うん、じゃあこのナスビ、実はね、姉さんナスビ苦手らしくて俺がナスビをね、処理してる。うまっ。サクサク、中トロトロ。音がめっちゃいい。うん、やばい天ぷら。うん、どう？うまい。え、めっちゃプリプリしてないですか、うん、エビ。うんうん、サクサクやつプリプリ。なんかこっちの方ではすぐなくなりそうじゃないですか。これマジうまい。エビうまっ、うん、これなんだと思いますよ。舞茸。あ、舞茸ね。うん、うまい。これこれが何ですか？葉っぱ。いや、葉っぱだけど。確かに葉っぱだけど。なんやろ、何の味しますか？何の、しそじゃないの。なんやろ、めっちゃ美味しいです。いや、これあれっすよ、春菊っすよ。え、違う。あ、でも言われてみれば、うん、おいしい。え、これうまい。めっちゃうまいですね。これ天ぷらなんて食うのも何ヶ月ぶりって感じですよ、うん、めっちゃうまい。もうでもこれもとりあえず最後ですね、減量、うん、いや、もう最後っすよ、ね、とりあえず。でも今だからそんなに食べたい意欲がないじゃないですか、うんうんうん、食べれるのが普通だから、うん、減量になったら本当ないんですよね、多分。どうしよう、俺耐えられなかったら。姉さん助けてくださいね、耐えられなかったら。気合ですか。うん、全然も気合。え、姉さんどうする。鳥の匂い。鳥やって鳥の匂いしますよ。うん、めっちゃする。炭火の鳥の匂いがする。へー、これはね、あったかいです。どう、味は。うん、うまい。うん、うん、めっちゃ炭火の。あ、味。うん、あっち、あっち、これでもあっち。え、熱くないのそれ。お腹めっちゃ熱いんだけど、なんでだろう。あったかいから、それもちょっと柔らかく、じゃあ食べやすくなる。うん、うまい、これめちゃくちゃうまい。あったまりますね、うん、いや、これちょっと多いもうちょっと多くないですか、これ出た出たいつものやつ。いや、俺急に食うんですよ、こういうの。ちょっとね、味変でつゆに生姜と大根おろしをちょっと入れてね、いっちゃいます。うん、すごいうまい。音いい、うん、気持ちいい。うん、冷めてもサクサクですね。ねえ、すごいですよね、これ。やばいよ、姉さん、これやばい。早いですよ。まだ早い。まだ早い、うん、姉さん、これもやっぱ気合いっすか。うん、食べれないと思う、食べれないっすか。
今腹いくつぐらいですか？ゼロとは言えない。さつまいもとかやばいやつ。どう？うん、甘い。俺あのちっちゃい時に結構あの天ぷら家で母ちゃん作ってたんですよ、うん、さつまいもの天ぷらがもう好きすぎてうまくないですか？さつまいもと、うん、かぼちゃ、おー、うまいっすよね。それはわかる。あとあの給食で出てたちくわの磯辺揚げ的なやつ、うん、あれやばくないですか？さつまいもうまっ、うん、研究中にさつまいもとか食べたら、うん、止まらなくなる。いや止まんないっすよ。だってかぼちゃって言ったらスイーツの感覚になるじゃないですか、うん、うん、どう？かぼちゃも超うまい。焼肉の時からも俺思ったんですけど、あんま塩で食えないですね。出てタレか、つゆ、なんか減量中に食べるじゃないですか。どういうこと？なんか原料入ったら、うん、何の時食べんかったんやと思いません？入ったら食えなくなりますからね、うん、食っとけばよかったって思うから、うん、今のうちに食っとくしかないですよ、うん、でも今何食いたいってなったら思い浮かばないですよ、うん、これこれ。でもさ、その磯辺揚げ結構うまくないですか、うん、ね、ずっしりくる系やったら、うん、後々、うん、磯辺揚げってやっぱり小学校的の人気の給食メニューじゃないですか、磯辺揚げ。中学校は給食でした。え、やん。めっちゃ羨ましかったですもん、給食に中学校。え、給食が良かった。なんで？めっちゃ美味しくないですか、給食って。うまいけど。一級食やったんですか。うん、中学校です。めっちゃいいですね。え、じゃあ兄さん高校は？学食とか、うん、弁当とか。あ、休憩時間とかに一合のおにぎりとか見て。うん？でお弁当の時間に、まあ、お弁当食べて、その後に学食行って、うん、カツカレー大盛りを3分で食べて、うん、でパンを菓子パン2つ買って、うん、食べて、うん、とかしてた。マジ？え、それが高校の時？そう、もうデブ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 言われてた。じゃあ見てください、この量、そば。どうこれ、もう前に入ったと思わない？ね、やばい。なんかお腹いっぱいじゃないんですよ、飽きる？分かる分かる。いや、姉さん弱気なの久しぶりですよ。姉さんもうちょいっすよ、ね、今日姉さんお腹どう？浮き上がった方がいいんじゃないですか？多分あの写真と今並んでも変わらんと思う。見てください、この完食でもいいっすか、これ。トマト完食でーす。これはね、ハード。これはハードですね。帰ってさ、唐揚げの方が食えたかもしれない。うん、今だってマクド食べれますよ。いや待って、無理。あとちょっとさ、天ぷらでこれだけ食って、え、だ久しぶりじゃないですか、ここまで食らうの。うん、久しぶりっていうか初めて。だって今まで意外とペロってやってきたじゃないですか。そばはちょっとすごかった。いや、俺がここは男らしく大きい方をもらってあげます。今日はい、マジで男子ですから。男子ですから僕は。鳥天ってやつですね。うんうん、うまい。お、完食でーす。アイス食いたい。アイス食いたい。姉さんお腹パンパンじゃないですか、もう。はい、ということで、そばと天ぷら食べ終わりました。いやー、完食でーす。マジで、私ほんまにここ最近で一番やばかった。さすがの姉さんが言われていましたもん、どっちも。味はね、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。星がある？うん、確かにね。うん、あと一本一本ちゃんとしっかりしてるよね、うん、なんかね。天ぷらもめっちゃサクサクで、うん、種類も豊富で、超美味しかった。うまかったですよね。で、ここは、さっき言った田村っていうお店なんですけど、そばがメインで、と天ぷらとか、丼とかもあって、まあ、そう。いろいろメニューがあるので、気になった方は概要欄に貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。はい、では、今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、サータンでした。